それでは総合政策いってみたいと思います。本日の長文はこちら、合計15問あるんですが、これちょっと全部やってるとですね、時間がなくなってしまいますので、空欄補充問題6問で読解問題1問、合計7問いきますので、一緒に頑張りましょう。セブさん、第一段落でございます。ここは設問に関係がないので、皆さんこの設問の指示と合わせて一読だけお願いいたします。セブさん、続いて第二段落でございます。まずは空欄補充問題、この問いの1番ですね、一読していただいた後検討をお願いします。さあ皆さん、クーラーの左側でございますが、皆さんお金が全てではありません。それがポジティブリーということですから、前向きに積極的に点々点。皆さん、後ほどの問題にもちょっとつながってくるので、皆さんプラスとマイナス色で分けていきたいと思います。皆さん、お金が全てだったら皆さんお金がプラスなんですが、皆さん今回は全てではないということでございますので、このチェイさんにとってみればお金はマイナス。だったら皆さん、空欄の左が possibly ということですから、皆さんこれはどっちかというとプラスですよね。で、選択肢1,2,3で、まず一番最初にダメそうなのは皆さん2番ですよね。demanding ということですから皆さんきつい。どっちかというとマイナスでございます。例えば選択肢の1番か3番かですが、皆さん試験中ちょっと3番はなかなか難しいんじゃないかなという感じがいたします。ですから選択肢1番の realistic。それが大丈夫なのかどうか検討という感じになるでしょうね。で、もちろん皆さん realistic、現実的。で、皆さんその現実的、つまり現実に起こるという話が皆さん果たしてプラスなのか。積極的、前向き。皆さん現実的ってことは皆さんそのまんま現実に起こるかどうか。ただ客観的に起こるか起こらないか言ってるだけでございますので、前向きとか後ろ向き、積極とか消極、そういう価値観とはつながらなさそうですね。ですから試験中は思い切って選択肢の3番、これを選ぶことになるかと思います。で、もし皆さんがこの euphoric、 皆さんこれが幸福感にあふれた、そうです、そういう幸せを表す単語だとご存知であれば、確かに皆さんこのプラスの価値観と合致しますよね。で、皆さん次の文章中にも皆さん evolve、進化という前向きな表現ございますので、アメリカが進化すれば、それは皆さん幸せ、幸福ですよね。ですが、そういったところからでもやっぱり選択肢の3番が正解ということでよろしいかと思います。で、皆さんちなみにこのオレンジの右側、consumption society、 その消費社会を beyond、 超えてと書いてますよね。ですが皆さん、このチェイスさんから見てみれば、皆さん消費社会はマイナス、もちろん消費ってのは皆さんお金を使うことですからね。そして皆さん文章後半、皆さん新しい社会の秩序、そういったところに皆さん近づきつつあると。ですから皆さんまさにニューとかを使われておりますので、やっぱりプラスの価値観ですね。で、皆さんさらに次の文章中で皆さん material、 物質、つまり物を持っているということですね。ですからお金で物を買うと。ですからお金関連でございますのでマイナス。そして皆さんチェイスさんからしてみれば、皆さん instead、 その代わりって言ってますよね。ですから青色のマイナスの代わりに点点点。ですからこのオレンジのところやっぱりプラス。そしてチェイスさんからしてみれば、皆さん文化に対してプラスの印象をお持ちですよね。で、皆さんこのあたりも皆さん自分の心を満たす、そういったプラスにもつながっていきますね。で、皆さん文末はファイナンシャル、お金という話ございますので、どちらかといえばマイナス。さあ皆さん、これでプラスとマイナスの価値観を共有できました。で、ここまで来たら皆さん問いの2番ですね、いけるかと思いますので検討をお願いします。皆さん、もう読んでいただいた通りでございます。チェイスさんにとっては皆さん、このオレンジのところが最優先事項なんでしょうね。ですから青色よりもオレンジ色、そちらの方を皆さん重視しているわけですから、皆さん選択肢一発決まりますよね。そうです、2番の over、 良さげですね。ですから over と言われた皆さん、この青色よりもオレンジ色、その比較対象を示す表現でございますので、正解は2番ということでよろしいかと思います。それでは、ここまで来たら皆さん、この内容1問題、その11番解けますので検討をお願いします。皆さん、設問の指示に該当するところ、皆さんここですよね。ですから、まずはこの三角括弧で食ったところを熟読。で、皆さん、ありがたいことに皆さん、新しい秩序の言い換えがこれですよね。自分のことをしっかり認識する社会、自己実現の社会ですね。で、皆さん、そうするともう一発で選択肢の2番ですよね。 self-realization、そのまま言ってくれております。そして皆さん、 self-fulfillment、これも皆さん、このオレンジというところで皆さん価値観同じでございます。ですから正解は2番ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、第3段落と第4段落でございます。で、皆さん、ここは設問に関係ないので一読だけお願いいたします。さあ皆さん、忘れちゃいけないのは、皆さん文化に関してプラスの価値観を持っているということですね。
皆さんその一例として本が挙げられております。そしてさらには皆さん美術館、博物館で、皆さんそれを踏まえて今度は第5段落ですね、空欄3番をまずは検討をお願いいたします。さあ皆さん美術と文化に関するお話でございますが、皆さんこれは空欄の右側の前置詞4、これを考えていただけますといきますよね。で皆さん選択肢1番すっ飛ばして、まずは2番 compensate for、 そして選択肢の3番 make up for、 うにゃうにゃの埋め合わせをする。そうですね、これ2番と3番ほぼ言ってること同じですよね。でもちろん埋め合わせをするということ、皆さん4の右側はマイナスですが、皆さん今回 GDP の 4.3%、まあ、マイナスではないですよね。でそういった点からも皆さん2番3番×で、選択肢1番 account for であれば、まあ、特に後ろ数字が来てますのでバッチリですよね。 4.3% を占めるですから、これも熟語の知識で大丈夫かと思います。正解は1番でよろしいかと思います。さあ皆さん空欄補充4番の検討をお願いします。さあ皆さんこれは空欄の左側 A&B という形になってますよね。でそれに伴う表現ときたら皆様有名ですのでご存知の方多いかと思います。そうです、3番のコンバインドですよね。まあ結びつける、結び合わせるでいいんですが、皆さん A と B の両方 A と B を合わせて、そういう表現皆さん見かけることあったかと思います。ですがこれも知識問題ということで、正解は3番ということでよろしいかと思います。さあ皆さん続いて第6段落でございます。これ皆さん2行だけですからね。で、説問に絡まないので、一読だけお願いいたします。さあ、皆さん、続いて第7段落なんですが、先ほど検討した第2段落。これが皆さん、あった方が分かりやすいかと思いますので、そちらを参考に、まずは空欄5番、検討をお願いします。さあ、皆さん、チェイスさんでございますが、第2段落から皆さん、プラスの価値観で統一されてますよね。皆さんそのプラスの価値観を持つチェイスさんのような点点点と言っておりますので、まあ、選択肢一発ですよね。そうです、選択肢の1番であれば楽観主義で、選択肢の2番は悲観主義でございますのでマイナス、そして選択肢の3番コンスマリズム、まあ、消費主義でございますが、皆さん第2段落このあたりで皆さんマイナスの価値観を持つ表現ですよね。ですからチェイスさんがあまりよろしく思っていない方でございますので、正解は1番ということでよろしいかと思います。さあ皆さん続いて空欄6番の検討をお願いします。さあ皆さんおそらくヒントはこのあたりになってませんかね。チェイスさんのプラスの価値観の領土がほとんどないと、で領土領域がなくなってという話ですね。でじゃあその代わりどうなってるのかっていうと、皆さんこのあたり、皆さんシニシズムは皆さん皮肉ですよね。皆さんシニカル、ここから皆さん類推はできるかと思います。そして皆さんコンテンプト、侮辱とか軽蔑で、インディフェレンス、無関心、全部マイナスの価値観を持つ表現ですよね。ですから皆さん、プラスの領土領域がほとんどなくなる代わりに、じゃあマイナスはもちろん領土を広げるという話ですね。で領土領域が広がる選択肢と言われたら、皆さんあれしかないですね。そうです、ドミネイト、良さげですね。で試験中選択肢の1番ディスペイト、わからないで、選択肢の2番ディバージ、まあ、これもわからないですが、なんとか3番だったら皆さんご存知かと思いますので、1か8かで3番。で、ちなみに選択肢の1番消える。で、選択肢の2番は分かれる。まあ、それが分かっていたとしても、意味内容上は合わないですね。ですから試験本番中は1番と2番の意味が分かんなくても、3番を思い切って選んでいただけるとよろしいかと思います。